旧制静岡高校の該当ストームストームは、日本の旧制高等学校や大学予科、旧制専門学校、新制大学などの学生寮などにおいて学生が行う番号のこと。番からの一種、ストームを語源とする。ドイツ語読みのスツルムイやダークマーチなどの故障も存在するが、稀である。バカ騒ぎを基本とし、 窓ガラスを叩き割るなどの破壊行為にまで至ることも少なくなかった。歓迎ストーム、返礼ストーム、街に出て規制を上げる街頭ストーム、巨大な火を焚きそれを囲んで行うファイヤーストーム、夜中に入学の抱負などを言わせ説教のようなものを続ける説教ストームなどもあった。現在でも学生らによってストームと称する行事が行われる学校がある。 無理やり共演に他者を巻き込んでいくストームという行事には、俺たちはこんなに楽しいんだから、お前たちも一緒に楽しもうといった類の連帯意識が定流にある。大抵の旧制高校ではストームが行われていた。公式の行事ではないため、また、形が多岐にわたるため、期限の特定は難しい。19世紀終わりから20世紀初頭頃までには、よく知られている。 形のストームはすでに存在していたとされ、また、1880年代前半頃には、両2階の住人が床を踏みならし1階の住人は天井を放棄で突くといった行為がよく行われていたと、いう。旧正高校の学生生活を描いた作品には、夜、学生寮で睡眠中に叩き起こされ、ストームが始まるという場面が描かれていることも、少なくない。説教ストームを除き、 デカンショブシや、寮歌などの歌と踊りが伴うやり方が多く見られる。真夜中に突如、鍋や太鼓を打ち鳴らし寮歌やデカンショブシなどを晩成で歌いながら、数人から数十人が互いに肩を組んだりして、寮の廊下を踏み鳴らし、棒で壁や床を叩き、各部屋で寝ているものを叩き起こして回った。ストームの被害に遭った者には、布団越しに叩かれたものあり、服を剥ぎ取られたものあり、 酒を飲まされたものあったという。それを生やし立てるもの迎え撃つものは水を浴びせる場合もある。学校当局や、寮の規則によって、時間帯や試験期間中、対抗戦前などの期間によって、ストームを禁止していたり、あるいはストームそのものを禁止する場合もあった。しかしそれらは守られないことが多かったという。戦後すぐの頃には、食糧難のため生徒に、 十分な体力が備わらず、また、戦況の悪化により、旧成高校生も戦争に動員されたため、ストーム、及び、伝統の継承がままならず、ストームも沈静化したが、中には、北森雄のように従来のストームの方法を知る、上級生によって、活発に行われた場合も多々ある。新学生への変化、寄宿者の減少、男女共学により、 男子生徒の文化であるバンからの衰退などにより、旧制高校以来のストームは一部を除き、消え去ってしまった。第二次世界大戦後の学生改革により、日本の学校体系は伏線型から単線型となり、6.33.4世に移行した。新制大学の多くは、旧制大学、旧制高校、大学予科、旧制専門学校、市範学校などを母体として発足した。 学園祭などで公式行事としてファイアーストームが行われる新生高校がある。旧生高校の寮歌を歌う学校については新生高校が発足するにあたり旧生高校の学生文化風俗を導入しようとしたのではないかという指摘がある。ありがとうございます。